小倉ゆいのゆいルーム。皆さんこんばんは、小倉ゆいです。小倉ゆいのゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりと続けしていくラジオです。ということで今夜もですね、リアルゆいルームからお届けしております。今日はですね、10月10日というゾロ目ですね。ゾロ目の日ということで、なんかあれですね、台本によると目の日、目の日、目って愛ですか、合図の愛らしいですよ。ちなみに10月1日だとメガネの日で、10月1日は、1001と書いて、両端の1をメガネのつるに、内側の、0をレンズに見立てるとメガネの形に見えることから、この日がメガネの日になった。めちゃくちゃ無理やりじゃないですか。で、1位を怒り倒すってことですよね。すごい都合がいいな。メガネの日、実はゆいちゃんメガネも似合うよねってなんか台本に書いてあるんですけど、そうですか。でも今家だから、お家だから、ちょうどメガネ今して、あの収録回してますね。そういえばね、なんかメガネってでも私やっぱりね、ちょっと苦手で、もちろんあのお家にいる時とかはコンタクトをね、こう外さなきゃいけないからメガネの生活なんですけど、目が悪いから。でもなんかメガネってさ、あの眉間のところで合ってるよねにさ、あのなんかついてるじゃん、米粒みたいなのが。あれがやっぱずっとこの眉間にさくっついてるのがやっぱりね、すごい私気になっちゃって。そうで、さらにさ、私頭痛持ちなんですよ。結構偏頭痛とかもあるタイプだから、メガネのさ、このまあつるっていうところ、さっき言った1の部分がやっぱりずっとこめかみにさ当たってるから、やっぱメガネをねずっとしてると頭痛が起きる気がして。こういう方いませんか。私コンタクトのが断然好きなんですよ。そう、しかもあのコンタクトね、結構苦手な方とかもいらっしゃるって聞いたんですけど、私はもう幸いあの目がね飛び出してるんで、もうあの親からの遺伝で目がね、なんていうの、飛び出てるんですよ、もう眼球がちょっと。だからもうコンタクトめちゃくちゃ入れやすいの、自分の目。本当に片手でだって目をちょっとね、ちょっとんってこう力入れて開いたら、もうすぐコンタクトがピュッて入るんで、だから逆に言うとコンタクトがすぐ飛んでくんですよね、私。そう、乾燥してたりとかなんかすると、あと目をパッと開けた瞬間にピュッて閉じたりすると、なんかコンタクトがバーンってすぐ飛んでく時とかあって、これは結構目がねちょっと飛び出てる人とか、目が大きめな人あるあるかもしれないんですけど、まあ、そういう苦悩もねあるんで、まあ、どっちもどっちですかね。でも私やっぱコンタクトしてる方がなんかこう、なんだろう、頭にさこう重さを感じないっていう軽い感じがするから、断然コンタクト派なんですけどね。なんかどうなんでしょう、皆さんはやっぱなんかメガネの方はの方とかもイメージだけど、やっぱ最近のメガネもさ、軽いメガネとか出てきてるのかな。ぜひなんかコンタクトメガネ論争があればあのお便りとか送ってください。自分のメガネ派ですみたいな意見とかもね。はい、ということで、なんかちょっとよくわかんない話をしちゃいましたけど、そろそろ始めていきましょう。小倉ゆいのゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいてくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉ゆいのゆいルーム、小倉ゆいのゆいルーム。改めましてこんばんは、小倉ゆいです。では皆さんから届いているお便りを紹介していきましょう。まずはルームネームたかちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。10分どん兵衛の話が続きましたが、うどんといえば小倉県かっこ群馬県には日本三大ブランドの水沢うどんがありますが、ゆいちゃん日本三大ブランド水沢うどん、さぬきうどん、稲庭うどんがありますが、どれが好きですか。 PS うどんといえば桐生市や緑市にはひもかうどんもありますね。改めてどれが好きですか、おすすめの食べ方ってありますかといただきました。ありがとうございます。あー、うどんなんか私あんまり種類に左右されたことがなかったから、今この種類をねバンバンバンって並べられて、確かによくさスーパーとかでさ冷凍のうどん買うにもさ、
それこそこうサナキユダみたいな書いてあったりするけど、なんかそっか三大ブラブランドの名前だったのねこれ。全然なんかまあなんとかうどんって書いてあればいいかなと思ってなんか選んじゃってました。すいません、なんかこんな浅はかなこうなんか感じでうどん食べちゃってて。でもうどん結構すごい大好きだし、麺類の中でも結構好きな方なんですけど、まあ群馬にあるひもかうどんはね、私どっちかっていうともうひもかうどんはひもかうどん食べ物だと思ってるからなんかなんだろうな、このねさぬきとかさ、なんかそんなに何やうどんさんとかに並ぼうとまでは思ってないですね。そんなに欲深くはないんですけど、でもひもかうどんはひもかうどんの良さっていうか美味しさがあるからぜひ食べてほしいですね。そうだから、あれはもうねひもかうどんっていううどんなのよ、もう別軸なんですよ。だからなんか、あ、でもうどん食べ比べも楽しいかもしれない。ちなみにさぬきうどんの特徴はコシの強さなんだって。へえ、私コシ強いの好きだからさぬきうどん好きかもしれないな。じゃあ、そして、稲庭うどんは、平らな細麺でしっかりとした喉越しの良さがある。へえ、あと水沢うどんはですねコシと弾力がある、麺は若干細めでツルツルした白い麺であると。へえ、なんかいろいろ特徴が他にもあるみたいですね。やっぱり、産地だったりとか、あと食べ方とかも今の紹介した麺によって全然違うらしくって。ってことはやっぱ私はさぬきをいつも食べてたのかな、わかんない、どうなんだろう。でも私うどんで言うと、前に福岡でね、福岡にイベントで行った時に食べたおうどんが本当に美味しくってもう忘れられなくって、びっくりしました。そう、福岡ってあんまりうどんってイメージがそれまでなかったんですけど、なんか結構うどんが美味しいよっていうお話を聞いて、でうどん屋さんに行ってですね、マネージャーさんと一緒にで食べたら美味しくて本当にびっくりして、あれもう一回食べたいけどなかなかね行けないから、なんかお取り寄せとかあるのかな。そう、なんかお出汁かな、お出汁がすごく美味しかったんですよ。なんかびっくりしました。そうそう、福岡のうどんは柔らかめらしい。さぬきうどんはうどんで有名な香川県のうどんということで、ちょっとうどんの食べ比べとか楽しそうですね。皆さんもぜひおすすめのうどんとかあれば教えてくださいね。なんかお取り寄せとかもいいですよね、こういう時期でね、あんまり外出とかできない時だからこそね。わー、うどんめっちゃ食べたくなってきちゃったありがとうございます。あ、ちなみにおすすめの食べ方は、私家でめちゃくちゃこれよく食べるんですけど、冷凍のうどんをね買っておいて普通に解凍するじゃないですか。でその間にね卵1個をね器に落としてほぐしてね、まあ要は溶き卵っていうんですか、溶き卵の状態にしてだし醤油をね入れるんですよ、お好みで。この量はで、あと生姜とかもちょっと入れて、で、温まったうどんと絡めるとあっという間にね、なんだっけ、なんとかうどんになるんですよ、なんだっけ、釜玉うどんか、そう、になるんですけど、それが本当に美味しい。まあ、要はあれですよね、なんだっけ、卵かけご飯のうどんバージョンなんですけど、そこに例えばおネギ乗せたりとか、あとなんかナスとかお野菜とかお肉乗せるともう立派なねお昼ご飯になって、めちゃくちゃ簡単に手軽に作れる健康ご飯なので、ぜひおすすめです、やってみてください。では続いてルームネームココチさんからいただきました、ありがとうございます。ゆいさんこんばんは。こんばんは。僕は CD なのについている中古品のシールは剥がしたくなります。ゆいさんは商品を買って外さないと気が済まないことは何ですか、といただきました、ありがとうございます。商品を買って気が済まないこと、なんだろう。でも私もねシールは絶対に剥がす派で、プラスちょっとでもシールのさ剥がした後のなんかノリみたいなのがこびりついてると嫌なので、できる限り慎重に綺麗に剥がしたい派ですね。プラス最近はやっぱりウイルスとかが怖いので、もう買ったものすべてねきちんとアルコールがね 70% 以上の液体で拭き取るっていうのは欠かさずやってるので、結構めんどくさいですね。外から
あの家の中に入れるものは全部やっぱそうやって消毒作業をしているので、すごいやっぱね、買ったものをこうパッと出せるわけじゃないから、そこはちょっといつも手間だなとか思ってますけど、まあでもやっぱやらないと気が済まないんでね、それこそやってます。あとね、最近私あのお休みの日とかにハマってるのが、あの家の中のなんか整理整頓というか収納をなんか工夫するっていうのをなんかよくやってて、どういうことかっていうと、あの例えば100円ショップとかホームセンターとか、まあ、そういうところに行って、たくさんなんかこう収納ボックスとか、収納に良さそうななんかなんて箱とか小箱みたいなのをいっぱい買ってくるんですよで買って、それ消毒とかシール剥がしたりとか全部した後に、あのなんかこう入れ物、その入れ物にあのなんかこう仕分けていく、入れるものを、最近はですね、洗面所とかはそんな感じで全部細かく仕分けて、あの自分が使ってないね、あの化粧品とかをあの整理したんですけど、あのすごいやっぱ快適なんですよ。そうなるとさ、これがここにあるってもところが分かってたりとか、なんか片付けるのもさ、あのじゃあ例えば領収書なんか生々しいか、領収書が溜まったらそれをここに絶対に入れようみたいな箱を作っておくと、こうなんか散らかりにくくなったりするから、なんかそういう、こう収納にこだわるっていうのに結構最近ハマっていて、今だから徐々にね、その範囲を広げてるんですけども、はい、なんかあのそうすると結構ね、散らかりにくくなる。こう使ったものはそのもともと入れていたその箱に戻すだけだし、箱もやっぱりさ、こう衛生的じゃないですか、拭き取れたりとか洗えたりとかするから、だからホコリとかもこう溜まりにくいし、すごいおすすめです。はい、私は今やってるのはあのなんかドライヤーとかヘアアイロンとかコテとかがさ、結構これ女子ならわかるかもしれないんだけど、同じ場所とかに置くとコードが絡まってすっごいイライラするんですよ。だからそういうのは例えば本立てみたいなのを使って、一個一個ちゃんと独立するように仕分けたりとか、あとそこも滑らないように下に滑り止めとか入れたりすると、あの取り出す時とかにもそのね、あのなんか収納してるね、あのボックスとかが滑らずにこうなんか取り出しとかできたりとかして、すごい楽しくって、そうだから家中をね、そんな感じで本当整理整頓したいんですけど、なかなかやっぱ時間かかるので徐々にって感じでやってますね。はい、まあそれは結構最近の趣味といったら趣味かもしれないし、しかもさ、綺麗になるからいいですよね。そう、整理整頓をしていくっていうのは、はい、皆さんもぜひあのやってみてください。なんかすっきりするしね、あのなんか日々の生活でのこうちょっとしたストレスがね減っていくので、とてもおすすめです。では続いて、ルームネームテトリスさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。ラブ&マジック発売が決定したと聞いてすごく嬉しかったです。自分はリーラブコールに、昼夜と参加していて、幕開映像の UA メモリアルがもう一度見れると聞いてとても嬉しかったです。ブルーレイでは自分で選択肢を決められるということなので、ライブの時には見られなかった選択肢も見られると嬉しいです。発売日まで気持ちを高めて待ちたいと思います。それでは健康にお気をつけて仕事頑張り豆大福です、といただきました。ありがとうございます。はい、ラブ&マジックですね、2020年に開催した配信ライブと、2021年この間ね開催した、リラブコールのですね、2つの、ライブ映像を収録したパッケージが発売になることが決定しました。まあね、今回ラブコール来られなかった方もたくさんいらっしゃったと思うので、まあぜひ見ていただきたいですし、2020年の配信ライブもね、まあ今回12月に発売されるということで、やっぱりクリスマスのシーズンにまたね見ていただきたい、あの配信の内容になってるので、なんかそちらがどちらも楽しんでいただけるということで、私もね早く皆さんにお届けしたいなって気持ちでいっぱいなんですけども、実はちょうどですね、今日このラジオを撮ってる前の日にこのラブ&マジックのパッケージのね撮影をしてきまして、すごくね可愛いビジュアルになってます。早くこれもね、みんなに見ていただきたいなと思いつつ、あとはね衣装が今回とにかくたくさんあって、っていうのもほら、だってリラブコールでもさ衣装をね、新しく作ったものもあったんですけど、ウィンターティンクルマジックの方でもね、結構人気だったマジシャン風の衣装とか、あとふわふわもこもこのコートっぽい衣装とか、そういう衣装もあったりしたので、結構衣装がたくさん今回は
見られるんじゃないかななんて思ってます。ちょっとまだね厳密なところは言えないですけども、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。そして映像特典もね、今回いろいろ入るということで、で、あれ UA メモリアルも確かまだ出てない選択肢もあったんじゃなかったかな、どうだったかな、まあ、そんなね本当のゲームみたいに膨大なね多分ストーリーがあるわけではないんですけど、ただ自分でこの選択肢を選んで楽しめるっていう点ではね変わりなく楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひねこのストーリーのどっち選ぶかなとかも実際に皆さんに遊んでみてほしいなというふうに思います。あとメイキングもね今回両日分入るということで、特にね配信ライブの方は今まで多分かつて経験がなかったんですよ、その配信ライブをやるっていうのが。なので当日はかなり本当にねもうね MV 撮影何本もやってるぐらいのなんかこう消費量というか、こう時間もすごくね本当にたくさん時間かけて撮ってたりもしたので、まあどこまでがねこのメイキング収まるかわかんないんですけど、ぜひ裏側とかもねマジックの練習とか頑張ってしてた裏側とかも見ていただけるんじゃないかなと思うので、ぜひメイキングとかもね楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。なんか今先行特典で今回初めてのこれも試みなんですけど、ウィンタートゥインクルマジックライブの音源をCD にしてプレゼントするっていう先行予約特典とかもあるみたいなので、ぜひそちらもチェックして見ていただければなというふうに思いますので、今からぜひね、テトリスさんはじめ皆様も楽しみに待っていてください。ということでお便りありがとうございました。ではここで1曲お届けします。エリーラブコールでもねすごく演出が良かったという風にいただいた曲をご紹介したいと思います。小倉優衣でハートフォレスト。ペットペディア。ペットに関するいろんな知識をクイズにしてもらい、みんなで解きながら学んでいこうというコーナーです。では早速いきましょう。ルームネームムーミリットさんからいただいたクイズペットペディア。今年の5月に発表されたペットの名前ランキングで犬猫ともに1位になった名前は何でしょう。犬猫ともにって難しいですね。なんだろう、犬でよくいる名前はなんだろう、マロンちゃんとかよくいません？あとココア、あ、ココアじゃない？ココアとかなんかよくいるイメージだけど、バニラ？バニラあんまいないか。シロちゃんとか。なんかでもね、ほら私もう犬がさ、たくさん実家もさ、うちにもいるから、もう名前のランキングとかも見漁ったんですよ。だからなんとなく、なんか記憶にあるような気もするけど、犬猫っていうのがちょっと難しいな。犬の1位とかだったら、ココアかな？ココアにしよう。はい。じゃあ答えはココア。違った。気になる答え。正解は、麦。なんか意外。やっぱ色から決めるのかな。麦。ちなみに2位がきなこ。あ、きなこっている。3位レオ、4位マロン。ほら、いいとこついてる。あ、これ猫か。犬は1位麦、2位ココ。あ、ココね。4位マロン。やっぱね、
3位モカ、5位チョコ。チョコも多いよね。いやー、麦なんだ。やっぱりあれかな、麦色のペットが多いのかな。なんか結構やっぱりね、肌の色というか、肌じゃないか、毛の色でね、結構なんかインスピレーションもらって決めることも多いのでね。はい、なるほど、麦ちゃんが1位ということでした。ぜひ麦ちゃんペットにいる方はメールください。はい、では続いてはですね、最後は私からのね問題を出したいと思います。ということでいきます。ラストクイズ、クイズペトペディア。最近私が愛犬のシフォンくん、を見てとってもびっくりして、かつ可愛いって思った生理現象がありました。それは何だったでしょう。わかりました。なんか質問グダグダになっちゃったんですけど、結構簡単な気がするんですけど、どうですか、スタッフさん、なんか思いついたらぜひチャットとかで答え教えてください。皆さんも聞きながら今考えてみてくださいね。あー、ちょっと、あ、いい線、あ、なんかみんな同じ答え出してるけど、それじゃないんだよな。はい、ちなみにスタッフさんからはしゃっくりって来てますね。こっくりって何ですか。こっくりってなんだろう、寝落ちってこと。あー、眠たくてね。あー、それも可愛いですね。いや、まあ、今のところちょっと正解出てませんね。はい、寝言もちょっと違います。じゃあ正解発表したいと思います。正解はおならでした。すごくない？私の、しかもね、顔の目の前でしたの、シフォンが。びっくりしちゃったよ。初めて聞いた、私、ワンちゃんのおならって。プッって言ったの、しかも綺麗にプッって言ったんだよ。えっと思って、なんかまあ即座に匂い嗅いだよね。そしたらちゃんと匂いがして、シフォンおならしたのって思って、かわいいってなった。そう、先代の子とかはもう聞いたことなかったから、もう一回聞きたいんだよな。そう、初めての出来事でした。どうでしたか、皆さん当たりましたか。はい、ということで、こんな風にあなたが持っている、知っているペットに関する知識をクイズ形式で送ってきてください。以上、クイズペトペディアのコーナーでした。お送りしてきました、小倉優衣のニュールーム、ホープフルデイズを聞きながらエンディングの時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。おはがきの場合は郵便番号105-8000に文化放送小倉優衣のゆいルームそれぞれの係まで。メールアドレスはゆいルーム @joqr.net です。各コーナー手私への質問、楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所、氏名の記入を忘れないようにお願いします。たくさんのお便りお待ちしています。ではここで私からのお知らせです。14枚目のシングルファイティンポーズが現在好評発売中です。続いてはライブ出演情報です。11月20日土曜日、横浜アリーナにて開催予定のアニマックスミュージックス2021パート2に出演させていただきます。詳しくはアニマックスミュージックス公式サイトを確認してみてください。そして私、小倉優衣とジョイサウンドのコラボ企画ミルハコがただいま実施中。昨年6月14日に配信した小倉優衣スペシャルライブ特番ハッピーチェリーステップハイタッチトゥモローを期間限定で配信します。私の過去ライブ映像から厳選された楽曲で構成したスペシャルライブ映像をカラオケルームの大音量大画面で体感いただけます。開催期間は、今月31日までなので、ぜひチェックしてみてください。そして今年7月4日にパシフィコ横浜国立大ホールで行われた小倉優衣ライブ2021リーラブコールと、昨年12月24日のクリスマスイブに配信した小倉優衣オンラインクリスマスライブ2020ウィンタートゥインクルマジック、2つのライブを収録したブルーレイ&DVD 小倉優衣ライブ2020-2021 ラブ&マジックが12月8日に発売決定しました。リーラブコールは夜公演の模様を収録しています。昼公演のみでパフォーマンスされた楽曲や、デビュー9周年記念日に配信限定でパフォーマンスした私のソロデビュー曲レイズも収録されています。ウィンタートゥインクルマジックからはファンクラブ限定で披露したダブルアンコールの映像も収録されます。さらに映像特典として2つのライブのメイキング映像も収録されます。そしてブルーレイ版では皆さんの選択によってストーリーが変わる幕営映像ゆいゆいメモリアル、
こちらが実際に自分の操作で遊べるようになります。そしてこちらの予約キャンペーンも開催中です。実施店舗にて、11月7日までの期間でご予約いただいた方に小倉優衣オンラインクリスマスライブ2020ピンターティンクルマジックのライブ音源を収録した特典 CD をプレゼントいたします。詳しくは小倉優衣公式サイトをご確認ください。皆さん集まりお楽しみに。はい、ということで第224回目の放送でしたが、いかがでしたでしょうか。シフォンとルパンは今ちょうどお昼寝タイムで、あーシフォンがお腹出して寝ててめちゃくちゃ可愛いです。もうね、シフォンが特になんだけど寝顔はねめちゃくちゃ天使なんですよ。本当にびっくりするぐらいちょっと親バカですけど、はい、まあ、ルパンももちろん可愛いんですけどね。そうそうそう、ルパンはねなんか普段のねもう目をパチッて開けてる時のね眉毛の凛々しさが本当に愛くるしくて、本当にねもう毎日癒されてます。あ、でもさ、それで言うと私、あ、もうでも尺がパンパンなんだった。もうこれ以上話せないが、あの最近のね、あの二人のねちょっと悩みもあるので、シフォンとルパンに関してのちょっとそれはまた次週皆さんにご相談したいと思いますので、はい、というわけで今夜はこの辺でお別れです。小倉優衣のユイルーム、ここまでのお相手は小倉優衣でした。また優衣のお部屋に遊びに来てくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。